にちは。国際薬膳講師の中明子と久美です。暑い日が続いていますが、皆さん食欲は落ちていませんか？私自身は夏でもなるべく生ものや冷たいものを食べないように気をつけているので、そこまで夏特有の日の調子の乱れというものはないんですが、それでも暑さが続くとなんとなくだるい気持ちになりますよね。そこで今日は体に滞った余計な熱や水分を取り除いてくれる冬瓜と小豆を使った美味しい薬膳スープをご紹介します。それでは材料のご紹介です。豚スペアリブ、こちらは30分ほど水につけて血抜きしたものです。冬瓜、茹でた小豆、塩、カルダモン、黒胡椒、生姜のスライス。それでは作っていきましょう。まずは血抜きし終えたスペアリブを一度たっぷりのお湯で軽く茹でて洗います。冬瓜はこのぐらいの大きさに切り、皮を剥きます。冬瓜の皮は口当たりが気になるという方もいらっしゃると思うので、今回剥きましたが、皮に特に清熱作用があるので調理の際には一緒に煮込みます。洗ったスペアリブを入れた鍋に1リットルほどの水を注ぎ火にかけます。生姜、黒胡椒、カルダモン、お茶パックに入れた冬瓜の皮を入れます。アクを取りながらスペアリブが十分柔らかくなるまで茹で、お茶パックに入れた冬瓜の皮を取り出します。そして先ほど切った冬瓜、茹でた小豆を加えて火にかけ、冬瓜に火が通ったら塩で味を調えて完成です。それでは出来上がった冬瓜入りの小豆と豚肉のスープをいただきます。冬瓜に豚のスペアリブから出た旨味が染み込んでとっても美味しいです。コクはあるのにさっぱりとしているので、食欲がちょっとない方も、おすすめできるスープだと思います。ところで皆さん、普段は冬瓜を召し上がる機会ってありますか？私は一年中夏でも冬でも火鍋屋さんに行って火鍋を食べることが多いんですけれども、そういう時にメニューに冬瓜がある場合は必ず注文して食べています。なぜなら、火鍋は唐辛子をはじめ、ニンニク、生姜、フェンネルやシナモン、それからカルダモンなど体を温めてくれる食材をたくさん使っているものが多いので、冬瓜がある時はそれを頼んで、熱性に体が偏らないようにストッパーとして食べているんです。今回使った小豆ですが、熱を下げて利水作用も強い食材なので、こういう暑い時だけではなくて、アルコールをたくさん摂取した時にもおすすめの食材なんです。ただここで注意があって、例えば日本の甘いあんこはこの利水作用がある小豆としておすすめすることはできません。なぜならあんこには大量の砂糖が含まれているので、砂糖が体に余分な水分を滞らせる作用が強いので、今回のように利水作用を目的として使うときには水煮の小豆を使うようにしてください。このように薬膳の知識があると普段から食材の足し算引き算がしやすくなるので、体のコンディションをキープしやすくなるんですよね。特に私たち中高年は若い時よりもダメージからの回復が遅くなっているので、なるべく偏りを少なくすると常にベストなコンディションを保てると思います。10名の薬膳チャンネルでは、このように季節に合わせた薬膳料理をこれからもどんどんご紹介していこうと思っていますので、またご覧になっていただけると嬉しいです。また見てみたいなと思われた方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして今 Apple Podcast や Spotify の方でも
中医学や薬膳に関するお話を分かりやすく解説している10名の薬膳ラジオを聞くことができます。そちらの方もぜひ聞いてみてくださいね。